関広之は、日本の国土交通議官。国土交通省大臣官房審議官や、国土交通省北海道開発局長、国土交通省北海道局長を経て、岩立崎建設代表取締役副社長、北海道出身。国家公務員採用上級講習試験に合格し、九百七十八年に、北海道大学工学部土木工学科を卒業し、 北海道開発庁へ入庁。1989年北海道開発局、ルモイ開発建設部ルモイダム建設事業所長。1991年北海道開発局、石狩川開発建設部計画課長。1993年北海道開発局、建設部河川計画課長補佐。1996年北海道開発局、 建設部河川計画課流域対策官。1997年北海道開発局、石狩川開発建設部千歳川放水路、建設事務所長。1998年北海道開発局、建設部河川計画課河川企画官。1999年北海道開発局、網走開発建設部次長。2001年国土交通省北海道局水政課。 企画官。2002年北海道開発局建設部河川管理課長2003年国土交通省東北地方整備局岩手河川国道事務所長2005年国土交通省北海道開発局建設部河川計画課長2007年国土交通省北海道局水政課長2009年国土交通省東北地方整備局副局長 2010年国土交通省大臣官房審議官。2012年から国土交通省北海道開発局長を務め、第七期北海道総合開発計画の中間点検に当たるなどした。2013年国土交通省北海道局長。2015年北海道河川財団理事長。岩立崎建設顧問を経て、2018年に山本隆之と入れ替わる形で、 岩立崎建設代表取締役副社長に就任した。ありがとうございます。